というわけで、ほとんど時間がないんですけどね、坂上の方を走ってみたいと思うんですが、いや、本当に気が切れて、今朝、この通知をただひたすら取るという動画も上げたんですが、やっぱり旅なんて、もうだから僕、佐賀、この法律沿いは、おそらく今までもう、20回とか30回とか走ってると思うんですが、でも来る季節によって当然景色って変わるんですよね。それが旅なんていいところですよね。旅ランという概念を時空間の中で捉えるとですね、結局同じ土地に来ても時間が流れて季節が過ぎれば違うところに来ているのと同じなんですけど、アインシュタインの4次元時空的に考えるとですね、4次元時空的な旅ランの概念から言えば、私は今この場所時空を生まれて初めて知ってるわけでございます。というか常にそうなんですけどね。筋もいいけど、この皿の緑もいいな。おお、ラジオ体操やってる。今午前8時25分ぐらいでしょうか。このラジオ体操をやってるって時空、四次元時空の中でもあの点を通ったのが、その旅団も今で初めてということですね。いやいや、旅団いいね。クスノキは綺麗だな。ラジオ体操の音が聞こえるな。まるでクスノキがラジオ体操してるみたいだったね。まあ、この小型太郎さんの彫刻の森もですね、まあ、とにかく僕何回来てるか分かんないんですが、この季節に来るとまた全然違う時空じゃないですか。だから4次元時空の中を旅ランしてるっていう視点から見ると常に新しいわけですよ。ですから同じ彫刻の森を走るのでも、目のつけどころ、編集の仕方によって無限の旅ラン動画ができるわけですから、時空とともに、頭の中の時空を駆け巡ってるわけだな。一期一会ってことや。知らんかったなぁ。バケル、いい展覧会やってるぜ。見に来いや。見に来いや。いい展覧会やってるぜ。佐賀県立博物館やで。見に行けよ。だけどここだぜ。もう来てるかもしれないけど、絶対見に来た方がいいぞ。こう見に来いよ。絶対いいぞ。見に来いよ。というわけで、なんか展覧会やってるみたいですね。佐賀県立博物館、ぜひ。ちなみに前の2つの謎の動画はですね、私の知り合いのたけるくんというすごい賢いお子さんへの呼びかけです。はい、たけるくん見に来いよ。子供の時ね、こういうの見に行った方が絶対いいです。まあ、周りに誰もいないところでマスクしててもしょうがないからね。持ってるよ。佐賀県立美術館はヨーロッパ絵画美の400年至極の東京富士美術館コレクションということで、これいいですね。ぜひ皆さん見に来てください。今日休館日だ。これも興味深いな。そういう旅ラン楽しかったな。途中で日本語ビデオ撮ったり英語のビデオ撮ったり忙しかったな。でも通じに癒されたな。旅ランラッキー。